我らリヒトクライスのエース・オブ・エグゼクターゼニスより命じられ、身分を隠し学園に潜伏し、学業の傍らで様々な調査を行ってきた結果、やっと彼らは古くからこの地に根付いているが、すでに枯れ果てた組織、数名の個体は計り知れない実力を持つリバースらしいけど、組織としての形はないに等しい。何より現在はすでに目立った行動も取らないから、放っておいても問題はないはず。問題があるのは新興勢力であるアムネシア、パラドクスという圧倒的な能力を持った女性を中心とした無法者集団。ここぞ。そしてパラドクスの目的はリバースの体、加えて我らリヒトクライスへの報復も含まれると聞く。はあ、私たちも正義の名のもと過剰に暴れてるところはあるからな。恨みを買うほど任務に執着するのは良くないってあれほど言ってるのに。パラドクスはリバースを目指す。それだけは放っておけない。もしこれが真実なら、多くのインバースが集まり深淵が垣間見える今日の虚ろの夜、アムネシアは絶対に動きを見せるはず。だから今夜、パラドクスの悪しき企み、リヒトクライスの執行官として必ず私がくじいてみせる。正義の名のもとにあなたを救済します。ファーストクローズディバイド。終わりか。バカだ。足元がお留守です。行きます。ダッシュクアンドパスタを振るわ。バカだ。セクリットアロー、これだけの動き。セクリットアロー、やるではない。ブロックダウン。この娘が。この戦いに意味はあったのでしょうか。オリーパーフェクト。シリを求めることに躊躇なく力を振るう浅ましきあなたとて、命は惜しいはずです。速やかに立ち去りなさい。ようやくお出ましかい。あなたには犠牲になってもらいます。ファーストクローズディバイド。セークリットアロー。今のは惜しい。セークリットアロー。まくして。セークリットアロー。それでも足元がおるし。それでも。おい、焦りが出てるぜ。これならどうでしょう。はい、おさらないと。今のは惜しい。ここです。行きます。ここです。ダンスカーが見えますか。ブレイクダウン。セクリットスパイラー。この戦いに意味はあったのでしょうか。オリエ、シリを求めることに躊躇。姉さん、見てみて。あそこにリヒトクライスの人がいるみたいだけど。こら、
そうやって人を指させないで。学生服を着た男女のユニバース、得ている情報によるのならあなたたち、そちらの男子がプレデターですね。うわぁ、有名人だな僕って。そしてあなたは消息不明となっているはずのセフィロト。あなたほどの者がなぜこのような場所をうろうろ。ん？何言ってるの？あ、姉さんってそういう名前だったんだ。余計なこと。あなたたちも仕事熱心なので、どこからそんな話を嗅ぎつけるのだか。我らリヒトクライスの情報網を甘く見ないでいただきたい。あなたのことに関しては私個人の推測でしかありませんでした。けれどそこまで調べられているのは、その木にはすでに力は宿ってないということも把握しているのではなくて。ええ、ですが本当に力を失っているのかが確認できない以上、たとえゼロベセルとはいえ、あなたほどのものを見過ごすことなどできません。それは強大な権限を保持する者があれだけのことを起こしたのです。我らリヒトクライスは権限の番人、その聴取に応じる責務があなたにはあるでしょう。姉さん、こいつもう食っちゃおうよ。めんどくさくなってきた。そうね、このいろいろと都合の悪いことを知りすぎているの。骨も残さず食い尽くして差し上げなさい。戦いは避けられない。いいでしょう、戦闘で決着がつくのなら話が早い。しかし私も今夜は使命を負うの。あなたたちをこの手で連れ帰ることができないの、悔やまれ。勝てる気なんだ僕たちに。いや違った、僕に。ええ、物の数にも満たないでしょう、私のこれまで歩んできた道。これより歩む道の過酷さ比べる。ファーストフローズディバイド。やめ、死ぬだね。これでよっちゃん、どこかな。ああ、高まるね。エヴァージョン、これ敵。ああ、死ぬだね。死ぬだね。エヴァージョン、足で回した。ダンス展開、いくよ。リバインクラップ、リップ足元で見せてあげます。危ない、よし、死ぬだね。ダンス展開、うおー。戦いに意味はあったのでしょうか。私は亡き両親に虚無の根絶を誓った身、この程度で折れるわけにはいかない。相当を開始します。定めに従い、光の鉄槌を。ファーストクローズディバイド。ハイー、近づく。ハッキー、これだ。危ない、行きましょう。ディバインスラップ、ハッキー、近づく。ハイー、行きます。油断するな。シェフシェフ、行きます。ローテーション、ハッキー、足が死ぬなんて。接近を、ハッキー、これ行きます。もう勝負中、シェフフリーヌは行きます。こっち、あれ、あたとはおる。リバインクラップ、危ない。ジェフジェフ、ポイントで集中。あった、これ断絶の反対、危ない。接近防御する、防御する。ブレイクダウン。これでウィナー、よかったね。オリエ、この剣ルーラーの輝きは
心の悪しきを見抜く力を持つ。あなたが心正しいものなら、この剣先がその胸を貫こうとも生きていられるはず。お仕置きの時間です。定めに従い、光の鉄槌を。ファーストクローズディバイド。いきます。やりますね。やりますね。いく。断罪。リバインスラ。やりますね。断罪。サクセス。いきます。いきます。断罪。はい。やりますね。いきます。断罪。はい。ハッと。セークレットアロー。これ以上は。こっしゃくな。やりますね。本当に返し。やりますね。気がつかせ。発展し。ブラックダウン。この戦いに意味はあったのでしょうか。ホリまだ続けるのでしょうか。私も目的を持ちこの夜に降り立つ身。義探者の粛清も任務の一つとはいえ、無益な争いは本意ではないもの。あなたにも戦う理由はあるのでしょうが、ここはおとなしく引いてください。原田さんじゃねえか。それに、その格好は一体何をしているんですか。この気まずい空気、話題を変えないと全部バレちまうぞ。既読。ごきげんよう。あなたこそ、そんな大きな剣なんか持ってどうしたの。話題を変える。無理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 、できっこない。俺はそのたまたま修行中っていうか素振りの稽古の日なんだよ今日は。1212ってな。言い訳が苦しいよ木戸くん。その赤い刀身の大きな剣、巷で噂になっているインスレーターなんでしょ。もう隠さなくていいの。あなただったのね。ヤトの姫に付き従うもの、アンノーンアクター。そっちはリヒトクライスって言ったっけ。さすがにこの辺の事情には詳しいもんだな。まあバレてちゃ仕方ね。聞いて、たとえ木戸くんでもこの場は見過ごすわけにはいかない。ヤトは穏健派とはいえ、上部の者たる姫はリバースと呼べるクラスの能力者。何を動機とするかが見えてこない以上、それに組みする今のあなたは危険な存在。いかなる理由があろうと、ここでリタイアしてもらいます。待ってくれ原田さん、話を聞いてくれ。あいつはリンネは悪いやつじゃねえんだ。そんなことは分かっています。けど、その判断をあなたたちに委ねるわけにはいかない。彼女の身柄も、その剣も、我らリヒトクライスが回収および管理と調査を行います。善悪の判断は、その後に決められるもの。だから分かって、木戸くん。あなたたちを、これ以上危険な目に遭わせるわけにはいかない。ファーストクローズディバイド。いきます。ダッシュアンドパスタを。まだだ。まだだ。ゾッ、あれよっと離せ。ゾッ、上からか。まだだ。シャレになれ。クレイド逃がさねえ。やるな。ゾッ、耐えてみせ。この手、シャレに
すでに勝敗は決しました。これ以上私正義の名のもとにあなたを救済します。ファーストクローズリバイド。ここでダンスバーファストを引きます。やべえやべえやっぷっパワーが出る。そんなさあ、おれもさ、いきます。おれリバーガーやべっここです。いきまかしたさやってくれた。はいやりつぶせ。いくぜダンス来いよ。いくパワーだけ。いくそ足元でダンスセーカー見えますか。セークリットスパワこの戦いに意味はあったのでしょうか。オリエル立てますか。手加減はしたので致命傷には至っていないはずですが、あなたには聞きたいことが山ほどあります。これから全てを話してもらいましょう。命が惜しければ邪魔をするな。ファーストクローズリバイド。かける一戦かける一戦くだらん遅い。なかなかできない。遅い連撃。足元がおろしです。ここでくだらん。やりますね。なかなかチェイシット。ここでくだらん。ブロックダウン。破れるだと。これでウィンよかったね。オリオリ。この剣ルーラ。さすがはうつろの夜。次から次へと訪問者が来るものだわ。まるで夕方灯のごとく。その重苦しい格好、あんたリヒトクライスの人間よね。ちょうどいいわ。雑魚ばっかりで退屈してたの。少しは骨のあるところ見せなさいよ。アムネジアのトップパラドクスと見受けます。我が名はオリエ・バラーディア。リヒトクライスがフィクス・エグゼクター。権限を荒らし秩序を乱す不届き者よ。定めに従い光の鉄槌を下しましょう。フィクス？バラーディア？聞いたことない。リヒトクライスほどの大きな組織であろうと興味があるのなんてほんの一握り。アーデルハイト、ゼニス、そしてワーグナーくらいのものかしら。特にあの赤いのには私たちも手を焼かされてる。私自身の手で潰してやりたくて今日の夜に来ないかなって思ったりもしてたのよ。けどあんたみたいなポットでのお嬢ちゃんには興味も用事も恨みもないわ。私では不服ですか。確かに私の力では
リバースを望むあなたを撃つことは難しいかもしれない。しかし私にもリヒトクライスとしての使命がある。たとえこの場で差し違えようともあなたを撃ちましょう。あんなら、すっごく真面目なのね。差し違えるなんて、そんな楽に殺しも壊しも終わりもさせないから安心なさいよ。あなたみたいな無名の人間にだって役割ってものがあるんだから。生きたまま逃げ帰ってリヒトクライスへのメッセンジャーをするっていう大事な役目なんだ。恐怖を抱き伝え帰るってただ殺されるより辛く冷たく恐ろしいわよ。イモータルとインバース、そしてイグジスの力、この力はみだりに用いるべきじゃない。権限の力が夜を呼び、夜が虚無を呼ぶ。そして虚無はまた新たな犠牲者を生む。犠牲となった父と母の思い、この心に受けた深き傷に誓い、あなたをこの場で撃つ。ファーストクローズディバイド。砕きなさい。まるでダンジャーファット。まるでダンジャーマイヤー砕けちゃった。ミドンエバージョン雑なそこでエバージョン王女そこでエバージョン。もったいない。私が破れるなんて。この戦いに意味はあったのでしょうか。ホリー、第5位でこれほどの実力。さすがはリヒトクライスってとこかし。まだまだ楽しませてもらえそうじゃないねえ。パラドクス、あなたは手強い相手でした。さすがはリバースを目指す底なきベセル。その怠惰と慢心と悪欲がなければ私が勝てる可能性など微塵もなかったでしょう。さあ、勝敗は決しました。おとなしく投降し、我らリヒトクライスの裁きを受け入れなさい。そこまでとせよ、正義をかざすリヒトクライスの娘よ。この女は我ら目をつけしめるもの、連れて行かれては困るのだ。え？虚無？これは、さすがはサイタモンの黒の器の秘密イグジス。想像通り極上の美味よ。好みの獣も歓喜に震えているぞ。この至福の喜び、お前にも伝わっているか。そんな、手負いとはいえ、あのパラドクスが一瞬で倒されるなんて。それにあの虚無の声。いや、声ではない、この意識の流れ、まさか。そこの虚無の身を持つ者、我が声、そしてこの意志が伝わっているのなら答えなさい。お前のように人語を介する虚無というのは数多く潜むものなのかも。さて、それに答える必要はない。久方ぶりの豪勢な食事、この獣は気分が良いらしい。我が意識がこの姿となりて久しいが、同類と呼べる獣に出会ったことはない。これで打ち取れたか、リヒトクライスの娘。うん、返答には十分です。では最後にもう一つ聞かせてもらいます。今から10年の昔、まだ幼い私の眼前で両親をその手にかけたのは、
お前なの。それにも答える必要はない。それよりこの獣はようやく気がついたぞ。あの女に打ち勝った貴様の権限はさぞうまいんであろうとか、真に問いたいことがあるわ。その命を持って聞き出してみるというのはどうだ。ふざけたことを言う。だがそれでお前が素直に喋るのなら安いのよ。虚無に食われた者たち、我が両親の無念、この場で思い知りなさい。ファーストクローズディバイド。リバインスラッシュ。これでウィンかったのね。オリオリ。良い腕だ、リヒトクライスの娘。この身が器のように溶け落ちるまでの時間、私が知る限りを答えよう。聞きたいことは一つです。10年前私の目の前で両親を食い殺した虚無はお前なのかどうか。それは返答に言葉を選ぶ質問だ。食った相手のことを逐一詳細に覚えてなどいない。というとおそらくお前はいかに前を忘れる。しかし私自身、人の意識を有する虚無、喋る虚無など出会ったことがないのも事実。さもすれば、お前の父も母を食ったのは、この口、この牙なのかもしれん。この獣の体、居心地は悪くないが、死と滅びによる解放を時折願うのもまた事実。どうであろうか。こうしてお前に出会ったのも定められし命運。その手、その剣で我が人としての生を終わらせてはくれまいか。言われるまでもない。虚無は全て滅するとそう決めている。私のような境遇の者をこれ以上増やさないためにも、くだらない干渉に浸ってはいられない。さよなら。人としての意志を持ち、虚無の身を狩る義胆の残滓。お前のことはこの胸に深く刻む。私もまた、その痛みと共に生きていきましょう。うつろの夜が明ける。今夜の戦いもようやく終わりということ。私がずっと追い求めてきた両親の敵、人語を介する虚無、名をメルカバ、人に害なす権限の獣、そしてあの異形は義胆者の末路。私にはとどめを刺すことはできなかった。リヒトクライスの執行官としては失格だな。あの虚無の中に見えた人の意志、そして悲しみ、それがこの剣先を鈍らせた。記憶、感情、あの温かみは一体何なんだろう。逃がしてしまったことはこれ以上考えていても仕方がない。次に会った時、そして両親の仇だという確信が持てた時に、メルカバ、今日の私の使命はこれで終わり。ああ、今回の夜は一段と疲れちゃった。
リヒトクライスへ帰ろう。カグヤ、ミカ、それにデクス、みんなが待つあの場所へ。崩さ